皆さんこんにちは。そしてまた初めまして、僕は日本で絵を描いていますアーティストの加藤雄二と言います。僕が絵を描き始めたのは幼稚園の時代からでした。そして、今から6、7年前にプロになりました。で、たくさんの方に今は絵を見ていただいております。現在ようやく100点ぐらいの作品が出来上がりました。そして今日は何点かを皆さんにご紹介できると思います。僕の描く絵は鉛筆で、まずしっかりとデッサンをします。そして場合によっては葉っぱ1枚を約1時間ほどかけてきれいにデッサンしていきます。いかに細かいか、細密画に挑戦をし続けています。そしてたくさんの方のおかげでいろいろな活動をさせていただいております。実はアーティストというのも一つではありますが、経営コンサルタントも随分させていただいておりますし、また時には大学の教授、またラジオのパーソナリティ、最近ではテレビドラマなどもチャレンジさせていただいております。今日本でも多い時に年間10回ほどアートショーをやってくださいます。今日こうやってあなたの目にも触れるということがとても僕は嬉しくてなりません。そして、現在では、もろもろの商品に僕のこの花がプリントされ、そして例えばハンカチであるとかネクタイであるとか、それからお茶のパッケージであるとか化粧品のパッケージであるとか、日本酒、ワインに至るまでたくさんの人たちが僕の絵を愛してくれています。世界の人たちとこういった絵を通してたくさんのお友達がとの出会いがあり、そしてまた世界中の芸術家の人たちと本当に素敵な絵を描き合う機会を立てながら、実は地球が良くなる、そして人間が素敵になることを心から願いながら、精一杯自分に本当に忠実に絵を描き続けています。この僕が絵を描くときに最も重要にしていることは何かと言いますと、本当に自分に正直に、自分が触れられない、描きたくないというときは一切筆を持ちません。すべてが僕のエネルギーとしてこの絵に残っていくわけですから、僕としては妥協したくないんです。本当に、今回こうやって出会えたことを喜びに思います。本当にありがとう。そしてまたどこかで出会いましたら、ぜひまた地球のこれからのためにいろいろな前向きなディスカッションをしたいなと思っています。ぜひ僕と友達になってください。ありがとう。